あれ、プロデューサー、なんだよ、まだいたのか。まあちょっとな、新しいアプローチを試してたんだ。何かを目指すんじゃなくて、私の中にあるもの、何でもいいからもっと絞り出して、なんてね。ふふん、だよな、私もそう思ったんだ。うん、これなら追いつける。サヨにもだよ。この間夜景を見に行った時にさ、サヨ、なんか壁を突破したなって感じがして、私も負けないように頑張らないとって葉っぱをかけられたっつうか。うん、なあプロデューサー、レイとサヨってさ、二人ともすごいよな。レイは天才だ、サヨは努力の天才だ。レイが先に行ってもサヨはしっかり追いついていく。私はなんつうか、いつも通りなんだ。私なりに歌を仕上げて、そこは自信がある。でもさ、これだけでいいのかな。あの二人と並んで歌うのに何か足りなくないか。うん、まあそんな感じかも。うん、そう思う。それはそうだな、私にもなんとなくわかる。うん、え、まさかそれが私なのか。いやいやいや、柄じゃないって。つなぐためとか客観的とかそんなつもりなかったぞ。私がいつの間にそんな。レイとサヨのパフォーマンス、うん、その理由でいい、つうかそれだけでいい。うん、それだけってことで、要するに私は私なりにってことだよな。それでいいんだろ。任しとけって。待ってな、レイもサヨもひっくり返るような歌聞かせてやるからな。はーい、楽しみにしてるね、ジュリアちゃん。わあ、レイ、サヨも、まさか聞いてたのか。どっから。ジュリアの熱い気持ち受け取ったよ。私とレイカさんのことしっかりつないでね。全部かよ、くー、恥ずかしすぎる。いるならいるって言ってくれよ、もう。でもお話の邪魔しちゃ悪いかな。
方なく盗み聞きしてたんだよ。するなよ。そういう時は立ち去れ、立ち去ってくれ。そんなことよりプロデューサー、このまま私たちもレッスンに入っていいですか。今ここで、今すぐ3人で歌いたいんです。ジュリアとレイカさんと一緒に3人で。そんなことじゃないだろ、サヨ。はーい。はあ、もういいや。わかったよ、歌うよ。とことん歌ってやる。二人とも覚悟しろよな。うん。それじゃあまずは本番っぽく MC の練習からね。歌わないのかよ。鉄は熱いうちに打てよ。じゃあ私はレイカさんにくすぐられて笑いが止まらなくなった話をしますね。あの夜私、さよ、歌いたいって言ってなかったか。